えー、月曜日に OD をしてしまいました主治医の先生と OD しないと約束していて今まで何度も破ってます30代ですが病歴は20年以上あり主治医の先生とも付き合いは長いです OD のことを話すのが怖いし本当に辛いときに先生に連絡できないのが辛いです、えー、家族も恋人もいなく孤独です先生にそばにいてほしいですだからあの、まあ、何か依存してるってことですよねで OD とか薬を飲むっていうのも依存症なんですよ依存なので あの自傷行為も依存なので、まあ、や,やっちゃダメと思ってもやりたくなってしまうっていうのが依存,依存行為の特徴ですね。で主治医に対してもなんか依存し,しそうになってるということですね。うんまあ、の OD のことも話すのも大事ですけど、ど何、うん、かこうね人間関係を作っていくっていうのはとても重要かなと思いますね。だから主治医以外とも人間関係を作ることが大事ですよね。例えばデイケアに通うとか なんか福祉のね制度を導入して孤独感を減らしていくのが重要じゃないかなと思いますね。えー、それでなんか依存できるものをどんどん増やしていく。O D と主治医以外に依存先をどんどん作っていくっていうことが重要かなと思います。